グレース・バンダー・ウォールはアメリカ合衆国の女性シンガーソングライター、ウクレレ奏者である。2016年12歳で NBC テレビのオーディション番組アメリカズ・ゴット・タレント第11シーズンの優勝を飾った。ニューヨーク州サファーン出身、カンザス州カンザスシティで生まれる。その後、家族でニューヨーク州サファーンへ引っ越す。姉のオリビアとは 親友という間柄、兄も一人いる。グレースは3歳の頃から自分で歌を作って歌っていた。ブラジル出身の友達が家に来てウクレレを弾いたのを聞き気に入ったため誕生日にリクエストしたが買ってもらえず自分で購入しウクレレ演奏を始める。ウクレレは YouTube を見て学んだ。本格的に作詞作曲を始めたのはこの2から3ヶ月後という 自宅から30分ほど離れたコーヒーショップ等で歌っていたことはあったが、アメリカズ・ゴット・タレントに出演するまで、学校のほとんどの友達はグレースが歌うことを知らなかった。2016年6月7日、アメリカズ・ゴット・タレント第11シーズンの予選に出演したグレースは、自身のオリジナル曲、I don't know my name を自身のウクレレ伴奏で歌い、ゴールデンブザーを獲得する。 ゴールデンブザーは、審査者が1シーズンで一度切りしか使えないボタンで、一気に準々決勝への進出が決定する。ゴールデンブザーを押したホーイーマンデルは、グレースが演奏前に、奇跡は起きるものと言ったのになぞらえ、君こそが生きる、美しき歩く奇跡だ。と絶賛。また同じく審査員のサイモン・コーエルも、君は次のテイラー・スウィフトになる100、100%スター。 彼女は特別だと称えた。2016年8月23日の準々決勝ではオリジナル曲 Beautiful グと題した自身の姉についての歌を歌う。続く8月30日の準決勝ではライト・ザ・スカイ、9月13日の決勝でクレイを披露しすべて審査員の絶賛を受け視聴者の投票により優勝を飾った。フィナーレでは予選で歌った。 アイドントノーマイネームを披露。フィナーレにゲスト出演したロックの歌姫、スティービー・ニックスは、グレースはトップになると称えた。アメリカズ・ゴット・タレント第一シーズンにて、11歳の若さで優勝したビアンカ・ライアンに次ぐ二人目の女性勝者であり、年齢的にもビアンカ・ライアンに次ぐ12歳という若さでの優勝である。優勝賞金100万ドルの一部は自分と姉、 オリビアのためのツリーハウスを作るのに使いたいという、噂を聞きつけたツリーハウスマスターからの協力の声がかかっている。2016年12月2日、デビューミニアルバム、パーフェクトリーインパーフェクトを発表。同アルバムは全米ビルボードアルバムチャートにて初登場9位を記録した。2017年6月、初来日し、ファンを前に浴衣でパフォーマンスを行った。 2017年は11月にも来日している。2017年11月3日、ファーストフルアルバム、Just the Beginning を世界同時発売。2019年12月25日、ミニアルバム、l e t ズボリ s Vol.1 を発表。2020年3月13日、ディズニーの公式動画配信サービス、ディズニーで配信されたオリジナル映画、スターガールにスターガール役で出演し、 女優デビューを果たした。ありがとうございます。